父さんとちっちゃい頃からキャッチボールしてて、で楽しくてやってはるんです。小学校2年生の冬から福浦南少年野球クラブで始めました。県大会でベスト4に入れたことは、掛川リトルシニアです。関東大会出場できて、自分たちの代から強いチームを作りたくて、経験がたくさんできるというところから弟を取るんですよね。みんな仲良くて雰囲気よく練習もできているので、チームワークがいいと思います。走塁が積極的なところだと思います。最低3勝することです。